日本女子代表連日の対象に海外メディアが驚きを示した。22日からスタートした第19回アジア競技大会、The 19th a s i a n GAMES に参加中の日本は、なでしこジャパンの故障を用いることができない。写真、433が日本女子、なでしこの圧勝劇を選手写真付きで紹介大会開催期間中のインターナショナルマッチデーに、 日本国内でアルゼンチン女子代表との国際親善試合があり、なでしこジャパンとしてはこちらに参加。重複、混同を避けるため、アジア競技大会へ臨むチームは今大会へ向けた日本女子代表と称され、代表キャップも加算されない。難しい背景の中でも WE リーグの有力株や育成年代選手を中心に、なでしこジャパンとは別編成で大会連覇を目指す中で、 グループステージ初戦のバングラデシュ女子代表戦、第2節のネパール女子代表戦をいずれも8対0と解消。28日の第3節ではオーストラリアニュージーランド女子ワールドカップ、W 杯にも出場したベトナム女子代表戦を相手に7対0で対象した。海外メディア、433、では連日対象続きの日本を紹介。6日で31ゴール。 アルゼンチンに圧勝したなでしこの結果も合わせてスコアと選手の写真付きで掲載した。前述の通り編成は異なり、相手との実力差もあるものの、4試合で31得点無失点と驚異的な数字を残す日本の女子代表をピックアップ。日本女子代表から塩越柚子穂、山本柚月、千葉レミナ、なでしこジャパンからは長谷川結衣が登場している。海外のサッカーファンからは、 ブルーロック女性バージョン、などの声が寄せられるなど、フィクションの世界だと驚く声が多数。その他にも、日本がアジアを席巻したのは初めてではない、本物のチーム、ブルーロック。日本はアジアの光です。長谷川が日本人最高のミッドフィールダーであることに議論の余地はない。日本女子代表チームに敬意を表します。彼女らは今のチェルシーに勝てそう、といった大きな反響を巻き起こしている。 2023女子 W 杯に続き、アジア競技大会でも世界に衝撃を与えている日本の女子サッカー。準々決勝は30日に行われ、フィリピン女子代表と対戦する。11日でのハードなスケジュールとなっているが、快進撃を続ける日本女子代表には大きな注目が集まっている。